ハロー YouTube 与野本町ナンバーワンチャンネルでございます。今日はですね、与野公園でやっていましたアルクエストっていう子供向けの謎解きイベントに参加しましたので、与野公園そのままね、紹介していきたいと思います。いや、30年ぐらい与野公園行ってますけどね、こんなに人多いの初めて見ました。謎解きなんですけどね、問題は木にくくりつけられてて子供が集まってました。例えばなんですけど、この問題わかります？樽が3つ、3個の樽、3樽、3樽みたいなね。問題は世の第一公園だけじゃなくて隣の第二公園にもありました。第二公園でっかい遊具あったのにね、なくなっちゃってましたね。でもまあ本当、あの自然が多いとこですし、まあ、かえってあの広場も多くなりましたし、本当遊ぶにはいい公園だと思います。はい、端の端まで問題があってそこまで歩きました。はい、第一公園戻ってきました。第一公園の西側がこのバラ園になってまして、このバラが咲き乱れてるとこですね。多分まあつぼみ多いんで、あの5月いっぱいまで見られると思います。とこの5月だけこのバラをめでるのがですね、あの与野本町の民のルーティーンとなってますので、あの皆さんもぜひめでていただければと思います。で、与野公園こんな池もあって、とっても癒されます。はい、ミシシッピアカミミガメちゃんとかですね、外来種がいっぱいいたりして、なんかのんびりした池でですね、てな感じでですね、駅から徒歩10分、自然たっぷり遊ぶところいっぱいの与野公園にぜひおいでよってことで、紹介させていただきました。こんな感じで与野本町どんどん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とですね、もしよろしければいいねボタンもすっごい励みになりますのでね、あのぜひお願いします。はい、てな感じでアルクエストどうもありがとうございました。じゃあまたね。